どうもこんにちは、どうもです、久しぶりのね更新になるんですけどもね、今回はね写真のプリントを見ていきたいと思います。ちょっとしばらくね YouTube の方更新できていなかったんですけど、まあ、徐々にね復活していきたいなというこの間っていうか6月の2日にねこの YouTube のコミュニティのページでちょっとしばらくねちょっと疲れてしまったので、更新をお休みしますというふうにね書いたんですけども、まあ今日はね撮れるんじゃないかということでねちょっと今チャレンジしております。だいぶねオランダ暖かくなりました。冬がねずっと長かったんですよね。もう本当に5月の下旬までとにかく寒くてしょうがなくて、ようやくね6月になった途端にねいきなりもう今度は夏ですね。もう夏になっちゃって春がないんですよ今めちゃくちゃ暑いんですよね。といっても22度ぐらいなんですけど、結構ねもうエアコンがないんですよ。もうこの見てください、この部屋エアコンがないんですね。窓開けるぐらいしかねできないんですよ。なので熱気がこもってしまって今 T シャツ1枚なんですけど、もう早くもね汗をかき始めているというね、そういう風な状況なんですが、頑張っていきたいと思います。はい、今日はですねプリントを紹介していくということで、ここ数ヶ月で手に入れたやつですね、例のネットオークション、ネットアートオークションでですね手に入れたプリントを見ていきたいというふうに思います。はい、まずこちらですねすごくないですかこれ。これね超お気に入りなんですけど、どうですかどうですかって言われてもって感じですよね。もうね僕めちゃくちゃいいなと思ったのは、もう女性がねこれなんか砂漠でダンスしてんですよ。これねデイトナビーチ、あ、ビーチなんだ。あ、僕ねこれ砂漠だと思ったんですけど、これ多分これ女性の後ろねこれビーチらしいですね。ビーチっていうか砂浜で奥は海なんだなるほどクレジットを見てねようやく分かりましたね。キャプション見てね、デイトナビーチでダンシングしてる女性ということで、タイトルがダンシングオンデイトナビーチということでね、1925年の写真なんですね。でしかもねその当時焼かれたものっていうことで、だこれもうすでに100年近く経っているプリントなわけですよ。1925年ですからね、今2021年ですからね、はい、もうすぐですね96年ものですよ。本当かなと思うんですけど、これ紙がねダブルウェイトの FB ペーパーって書いてあったんで、ファイバーベースドってことですね。 FB っていうのはだから、まあつまりバラ板ですね、バラ板なんですよ。だからこれね実際にねそのダブルウェイトってことは、まあ、2倍ですから、2倍の重さの紙なわけですから、これね実際触ってみるとね分厚いんですね。分厚めのね紙です。こんなバラ板は僕ちょっと触ったことなかったです今まで。だそういう意味では確かにその1925年に作られたプリントって言われても、あなるほどというふうにね思っちゃいますね。でこれちょっとセピアがかっててね、モノクロームなわけですけども、なんていうのかな、単純にブラック&ホワイトではないですよね。もうちょっともう紙自体も結構焼けてるのか元々なのか分かんないですけどね、この黒の締まりっていうかね、その感じもちょっと違うじゃないですか、いわゆるブラック&ホワイトとはね。だそういう風な感じでヴィンテージっていうことになってくるのかなというふうに思います。これはねお値段1万6000円でした。だいぶねお安く手に入ったんじゃないかなというふうに思います。これ撮影者はもう不明なんですよ、誰が撮ったか分かんないということで、まあそういう意味ではなんていうのかな、もうなんか誰が撮ったとか貴重性とかなんていうのかな、アートとしての価値っていうところはもう皆無に近いわけですよね。だそういう意味ではプレスフォトのジャンルですね。実際にこのプリントの裏にダンシングオンデイトナビーチって書いてあったりとか、だそういうのはもうプレス用ですよね。新聞とかで載ったような写真って、これ新聞で載せるような写真ではないよね。ちょっとよくわかんないですけどね、よくわかんないけど、とにかくアンノウンっていうことですね。詳細不明という写真でございました。でもねググってみたらこれね出てきました、画像。でもね詳細はやっぱね不明でしたね、謎の写真。とにかくビーチで踊ってる女性なんですけど、これね僕がいいなと思ったのはこのね、まあ、女性のねこのダンスがねもうバカげてるってところが、ね、まあ、すごいね僕は好きだったわけですよ。もういわゆる阿波踊りですよね。もう同じアホなら踊らないソンソンってことですよね。そんな感じじゃないですか。もう見てるだけで僕らもねなんか踊りたくなっちゃうようなね、そういうねなんかノリがありますよね。でよく見ていくと、これねよく見ていくと、はい、ここね草で、この草がねこれ女性とシンクロしてんですよ。見てください、これ女性の動きと、ね、草がこうやって、ね、風でなびいてるのと合ってるでしょこれだから草も踊らないそうそうやってるわけですよねここでねこれ気づいた時にもう爆笑でしたねこれね
やこれがね見事ですよ。これこそ決定的瞬間ですよね。はい、という形でね手に入れました。こういう風にね裏面に書いてあって、まあ、要するにねそのダンシングオンデイトナビーチっていうことが書かれていて、でしかもねそれはねまあ、なんていうかなタイプライターみたいなので書いてあるわけなんですけど、そのね右上に手書きで書いてあるんですよね、ダンシングって。ダンシング、まあ、見りゃ分かるよって感じなんですけどね。だそれがおそらく最初のタイトルで、その後にそのタイプライターかなんかでその打ったんじゃないかなというふうにね思うんですけども、そういうふうなタイトルですよ。とにかくダンシングですからね、もう踊ってんだよっていうことをね伝えたかったんじゃないかなと思うんですけどね。何のためのプリントなのかよく分かりません。そのねよく分かんないのも含めて自分で価値をつけるってことですね。でも別に価値じゃなくてもいいんですよ、自分で面白いと思ったらそれでいいんですよね。もう1万円ぽっきりですからね。そんな感じでねこういったプリントが手に入っちゃうわけですね。はい、という形でねトム・コスガのねファンドフォトコレクションにねまた1枚加わりました。はい、次行ってみましょう。次がねもうねお気に入りなんですよ。もう額装してありますからこういった写真でございますね。これどうですか、これ見えるかな、反射してませんか、これちゃんとガラスなんでね反射しないようにちょっと今表示してますけど、はい、これどうですか、これやばくないですか、これですねもう大正解でしたね。これはねめちゃくちゃ安かったですよ、もう5000円。5000円でやっぱり同じようにアンノーンですね。もう撮影とか撮影者とか詳細はもう不明、よくわかんない写真なんだけど、とにかくこういうものがありましたということで、ジャンルとしてもプレスフォトになりますね。報道の写真ってことですね、新聞とかに載ったようなそういう風な写真なんじゃないかなということを思うんですけども、みんなねこれジーンズ履いてんですよね。まあ見りゃわかんだけど、このジーンズは履いてんだけど、あこれちょっと反射しちゃうよこれ。これでいけるかな、ちょっと後で画像出しましょうね、こういう風にね画像出しましょう。はい、ポンってね、はい、こんな感じでジーンズ履いてるわけなんですけど、中にはねこれ男の人だけじゃないんですよね。この右端2人は多分男の人かなと思うんですけど、ここら辺がね 1,2,3,4,5,6,7人かな、7人ぐらいは女の子なんですよね。でおじさんおじさんっていう感じのカウボーイがいてみたいな、この感じ絶妙じゃないですかこれね。でここねこれですよ、はい、これ、ね、柵がありますでしょ、柵が 4,5本ぐらい横にね流れてて、そこにねみんなが好き勝手にねこの登ってるわけですよね。でなんか干渉してるんでしょうねこれ、なんかをね試合なのか何なのか見てるわけなんですけど、その状況ですよね。でこう音符っぽくないですかね、音符っていうか楽譜ね、ね、5本線があってそこにねなんか束がついてるんだ、おたまじゃくしみたいなのがくっつくるでしょ、ガクガクっていうのは。なんかその感じもあって、なんか旋律もね聞こえてくるようなねうまいこと言いますね、はい、そんな写真でございますよ。これはたまんないですね。でこういう写真っていうのは額装するとバシッと決まるんですよね。これバシッと決まりました、バシッと決まる系の写真でございましたね。これもね古いプリント1939年ですよ。でプリントもね一応1939年って書いてあるんですけど、ちょこれね RC ペーパーっぽいんですよね。これ説明ではねグロッシーファイバーペーパーみたいに書いてあったんで、いやバライタの光沢版みたいに書いてあるんですけど、これどう見てもちょっと RC じゃないかなっていうことね思いますね。で RC だと39年のあったかっていう風にねちょっと思っちゃうわけですよね。もっと後の紙ですよね、レジンコートなわけですからね。まあまあその辺はねいいんですよ別にね、いつ作られたかとか別にどうでもよくて、結構ねこれなんつうの、僕はすごくいいなと思ったのまたねあっちの時のね、はい、ダメージプリントありましたでしょ、傘売りの男ボコボコだったじゃないですか。でもあれねボコボコなのがね僕意外と好きなんですよね。綺麗にピシッとした、ね、プリントよりもこういうボコボコ、これボコボコなんですよもうだから要はもう原稿ですよ、印刷原稿なわけだから、もう印刷所の人とか編集者がもう平気で手で触るわけですよ。もう指紋の跡がついてて、指紋の跡はねもう汗でるんですよね、多分そこで人間の指紋の油がついてるわけですから、そこからなんかね繁殖っていうか、まあ、雑菌が繁殖したりとか、なんか色がね変色しちゃってるんですよね。もうあとはもうボコボコなんですよとにかく髪が。だからこのボコボコ感がすごいね手作業っぽいじゃないですかね、人間が作ったものですよね。でみんなが触れて、だそういうものっていうのは僕はなんか、ね、ある意味なんていうのか、それも別に価値ってわけじゃないんだけど、なんか自然じゃないですかね、ものとして必要とされたもので、印刷原稿としての役目はもう果たしたっていうね、そういう風なプリントなわけですよ。だその感じがね僕はねすごくいいなと思ってね。だそういうプリント別に額装しなくてもいいんだけど、やっぱねそういう写真っていうのはこういう風にマットに入れると
バシッときますよ、ね、これだから皆さんもいい写真を見定めるっていうところでね、一つ訓練する一つのポイントですね。マットにとにかく挟んでみる、このウィンドウ入れてみるんですよ。入れてみるともういい写真っていうのはもうバシッとね、全然印象変わるんですよね。そういう一枚ですねこれね、もう最高ですねこれねそんな感じでね、あの一人で興奮しておりました。これはね、もういい買い物したわこれはね、本当にもう状態ボロボロだからね、そのプリントの価値ってとこはやっぱないんですよ。でもそういうの関係ないじゃないですかね。要するにもう自分で好きなものを飾るわけですからね。だからそういう意味ではその価値がどうこうとかっていうよりも、とにかく好きなものをね手に入れるっていうことでね、今回はねこれはねゲットしました。これがねアメリカから届いたんですけど、もう紆余曲折がねありましてね、あの注文からねもう2ヶ月経ってようやく着いたんですね。一度ねオランダ着いたんですよ。着いたんですけど、もうオランダの郵便局がね本当にダメなんですよねそんなこと普段言いませんけど、本当に郵便局ね、オランダの郵便局がひどいんですよね。ちょっとね人種差別も入ってるようなね、そういう風な視点も持ってる人たちもいてね、すっごい嫌いだったんですけど、近所の郵便局もね最近潰れちゃったんですよ。郵便局が潰れるんですよね。よくわかんない、潰れたのかどうかわかんないけど、もうそこら中のお店でね、あのピックアップサービスでやってるので、もう郵便局なくてもいいんですよね。もうそういう意味では近所ねなくなっちゃって、あだからもうせいせいしたなというふうに思うんですけどもね、オランダに1回着いたんですよこれ。もう1ヶ月以上前、5月の上旬とかで着いたんだけど、うちまで配達してくんないので、近所のそのピックアップポイントにね置いて連絡ないんですよ。連絡くれなきゃどうやってピックアップするんだよって話じゃないですか。だからあの気づいた頃にはもうなんか返送されてしまって、要は着いてからね1週間か2週間そのピックアップポイントに来ないと、もうあの送り主に戻すよっていう風なねルールがあるんですよね。ふざけんなよって感じですよねだからねアメリカ帰っちゃったんですよ困っちゃったなって。でねこのねあの出品者がねすごいいい人たちで、あのね分かった、じゃあちょっとあのこっちがね負担でもう一回送るからっていうことでね送ってくれたわけですね。でそれがようやくね今週届いたんですよ。ようやくですよ、もう一度は諦めたねプリントが届いて、それが最高でしたからね。いやーよかったということでね、トモコスカのねファンドフォトコレクションに入りました。よろしくお願いしますはい、ということでね、続々とね手に入れておりますね。だいたいこういうのはねもう5000円から1万円ぐらいでね手に入れて楽しむっていうのがね僕はいいんじゃないかなと思っていて、確かに何十万もかけてね買うようなプリントもあるわけなんですけど、別になんかそういう形じゃなくても楽しめるし、あの意外とねこういう風なサイズ感っていうのはあの壁に飾るのにもねすごくいいなっていうことでね、あのいいんですよだ最近僕はねプレスフォト系をよく集めてますね。はい、久しぶりのね動画でございましたけど、楽しんでいただけましたら動画のグッドボタンよろしくお願いします。またね少しずつ動画を作っていきたいなということを思います。ここ最近ちょっとポートリオレビューからね発展して写真の話をねガンガン作っていくっていうのをね何本もやってたんですけど、やっぱなかなかねやっぱり YouTube、まあそもそもオンライン上でその批評的なところ、クリティックな何かをねやるっていうのはすごく難しいなっていうことをね、あの思いました。本当に思い立ったというか、やってみてですけどもね、あのそれこそ批評っていうところでその作家さんがね傷つくようなことになってもね嫌だなということを思うし、まあ、彼らを押し上げるってところでの意味がねやっぱ強く僕のねあのやりたいその思いとしてはあるわけですよね。だからそういった意味で あのものとしてやってたんですけど、まあ、その分ねやっぱすごい気を使ってやるので、あのね本当に疲れちゃったんですよね一時期ね。でちょっと3週間ほど YouTube の更新なかったんですけども ねでも見てくれる人がなんか楽しい動画を作っていきたいなっていうことも思うので、ちょっと軌道修正ですね。なのでブックレビューとか僕が好きなもの気に入ったものをね紹介するっていうのをですね、ちょっとまたやっていきたいなっていうことを思っているので、楽しみにねしていただければというふうに思います。本当にね写真は楽しいですね。辛くなってしまうこともあっても、やっぱその写真を好きにっているっていうことは変わらずにね思うわけですよね。こういう写真は出会っちゃうわけですよね。同じアホなら踊らな損損ですからね。好きなら好きさをさもう押し出していこうぜってところですよね。だからそこはねやっぱね原点回帰と言いますかね、いかにその写真が楽しくてしょうがないかっていうところですね、また動画でねお届けしていきたいというふうに思いますので、これからもどうぞよろしくお願いします。ということでね、今回も動画のご視聴ありがとうございました。またね次の動画でお会いしましょう。それではまた。